アイテム番号 SCP-448JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-448JP。 A の回収個体はサイト81の標準定期見物収容室に収容してください。SCP-448JP。 B の回収個体は記録を行った後、実験、保存用を確保してオブジェクト破壊用溶鉱炉にて処分してください。SCP-448JP。 A および SCP-448JP。 B の回収、捜索は回収部隊派5、銀行員が行います。財団フロント企業及び警察、金融会社等に潜入中の職員は常に SCP-448JP。 B の存在を監視してください。SCP-448JP。 A および SCP-448JP。 B に関する実験を行う場合、担当職員の、博士の承認または監督のもと行ってください。SCP-448JP。B は実験の際を除き、それぞれアルミニウム、銅、亜鉛等の指定金属または指定金属を含む合金に接触させることは禁止されています。指定金属のリストに関しては下記の表を参照してください。収容違反時のリスクから、SCP-448JP。B の収容サイト外への持ち出しは禁止されています。概要、SCP-448JP は SCP-448JP。A と SCP-448JP。B の2つの要素から構成されます。SCP-448JP。A の外見は、一般的に知られるグローリー社製の硬貨専用両替機に見えます。同型の通常の両替機のように100円硬貨の投入が可能ですが、通常の両替機が10円硬貨を排出するのに対し、下記の異常な物品を排出する、ロゴの有無や材質等の差異が確認されています。SCP-448JP。A の異常性は硬貨を投入し、つまみを回して両替を行った時にのみ発生します。蒸気の操作を行った場合、SCP-448JP。A から排出される硬貨は合計金額が投入額と等しい1円硬貨、5円硬貨、10円硬貨となります。排出される硬貨に規則性及び硬貨切れはないようです。SCP-448JP。B は SCP-448JP。A から排出された異常な硬貨群です。SCP-448JP。B は通常の硬貨とは異なる意匠となっていますが、材質及び質量は同一です。それぞれ1円、5円、10円硬貨を模しており、SCP-448JP。B1 から B3 に分類されます。SCP-448JP。B 個体、448JP。B1。確認された通常硬貨との際、1円アルミニウムか、若木の意匠が、不細の字に簡略化され、昭和43年製造と記されている1。接触を禁止する金属100から 80% のアルミニウムを含む合金。SCP-448JP。B 個体、448JP。B2。確認された通常硬貨との際、有効ゴシック体5円軌道化、額面が、牛、になっており、稲の意匠が反転されている。接触を禁止する金属60、70% の銅、40、30% の亜鉛を含む合金、60から70% の銅、40から30% の亜鉛を含む合金。SCP-448JP。B 個体、448JP。B3。確認された通常硬貨との際、10円青銅貨、平等院鳳凰銅の意匠が国会議事堂になっており、時輪木が簡略化され三角形と線で構成されている。接触を禁止する金属 95% 前後の銅、4、3% の亜鉛、1、2% の錫を含む合金、95% 前後の銅、4から3% の亜鉛、1から2% の錫を含む合金。
SCP-448JP。 B の異常性は、それぞれ対応する自身を構成する金属と接触した際に発生します。SCP-448JP。 B と接触した金属は、10分から120分をかけて同体積。質量の複数枚の SCP-448JP。 B へと変異し、波数は異常性のない不完全な硬化に変異します。囚人監視下では緩やかに時間をかけて変異し、誰にも観察されていない場合は10分前後で完全に変異するようです。SCP-448JP。 B がどのように人間の視線を感知しているかは不明です。実験記録448。い。日付2002年。3月26日。対象。SCP-448JP。A。実施方法。SCP-448JP。A に効果を投入し続け。SCP-448JP。A 内の SCP-448JP。B1 から B3 の枚数の確認を行う。結果、投入額が予定の万円に達した時点で実験中止。分析。予想通り SCP-448JP。A は硬化切れ等は起こさないようです。実験で生じた SCP-448JP。B は一時的に SCP-448JP。A 収容室に保管。実験記録448。ロ。日付2002年。4月。8日。対象。SCP-448JP。A 実施方法。SCP-448JP。A の解体による内部構造の観察。実験は、博士の監督のもと行われた。結果、SCP-448JP。A 背部の2子をすべて取り外した時点でヒューム測定装置の異常が発生したため、実験は中断。ヒューム値の安定後、SCP-448JP。A は一切の異常性を消失したことが確認されました。内部機構は一般的な両替機と同一でした。分析。ヒューム測定装置の異常は SCP-448JP。A の内部のヒューム値が非常に薄い状態であり、外部と接触した瞬間周囲のヒューム値を吸収した結果と思われます。SCP-448JP。A の異常性の喪失は SCP-448JP。A 内部のヒューム値の急激な上昇により、SCP-448JP。A 内部の異常性の原因となるものが無力化された結果だと考察。実験記録448。は、日付2002年。4月10日。対象。SCP-448JP。B1、実施方法。SCP-448JP。B1 を1円アルミニウム。10円青銅貨。1000円紙幣にそれぞれ接触させる。結果。1円アルミニウム。は SCP-448JP。B1 に変化。10円青銅貨。1000円紙幣は変化せず。しかし実験中 SCP-448JP。B1 を置いていたアルミニウム合金製デスクが同体積。質量の SCP-448JP。B1。枚と異常性を持たない不完全な SCP-448JP。B12 枚に変化。分析。SCP-448JP。B の異常性は当初同種の効果を自身へと変換させるものと思われていましたが、効果のみならず、同材質の物質まで影響することが判明しました。収容違反時の危険性からサイト外への持ち出しを禁止。SCP-448JP。B の異常性の対象となる物質は指定金属として SCP-448JP。B と接触させることを禁止します。実験記録448。2。日付2002年。4月。12日。対象。SCP-448JP。B、実施方法。それぞれ 20%、50%、80% まで損壊させた SCP-448JP。B1 から B3 を通常の硬化に接触させる。結果、すべての SCP-448JP。
B は異常性を保持していた。分析、現状、SCP-448-JT。B の効果的な処分方法は存在しないため、回収された SCP-448-JT、B はサイト、81、の低危険物収容金庫を臨時収容場所として保管。実験記録448、ほ、日付2002年、4月、14日。対象、SCP-448-JT、B1、B3、実施方法、SCP-448-JT、B1 から B3 を溶鉱炉に入れる。結果、SCP-448-JT、B 群は異常性を喪失。分析、SCP-448-JT、B 群の無力化に成功。結果生じたアルミニウム等の金属も通常の用途に使用可能と判明。収容プロトコルに溶鉱炉による効果的処分の追加。薬品による溶解実験は申請中。ポイ448-1、2002年4月8日に行われた SCP-448-JT、A の解体実験後、異常性の失われたオブジェクトを検査した結果、以下の文章が機体内側の底部に確認されました。東平重工、判別不能、1998、製造番号、37。SCP-448-JT、A と同様の性質を持つオブジェクトの存在する可能性が示唆されたため、現在も機動部隊による捜索が行われています。財団は現在、タイの SCP-448-JT、A を収容しています。ポイ448-2、2002年5月、5日に行われた東平重工の関連施設と思われる廃工場の探索の結果、複数の文書及び SCP-448-JT との関連があると推測される物品が回収されました。回収された文書のリスト。回収文書 448-A。 クライアントの要求。高水準偽造貨幣の簡易な量産、隠蔽のたやすさ、迷彩機能、複製機能。回収文書 448-B。 第38工場事務報告書1998年6月15日。試作機の製造は順調。来月にでも試験運用を予定しています。回収文書 448-C。 設計コンセプト、破棄、試作機は破壊。クライアントの要望に、塗りつぶされている、追加。あといくら便利機能を追加してやったら満足するんだ。回収文書 448-B。 クライアントの要求、判別不能、判別不能、さらなる小型化、塗りつぶされている。塗りつぶされている。いい加減にしてくれ。回収文書 448-JP、E。そろそろこちらも限界だ。技師の中には睡眠不足とストレスで倒れた奴もいる。羨ましい限りだ。いくら試作品を作っても結局は、判別不能、今は13台か？回収文書 448-G。今日は一人帰らせた。もうあいつらの言うことは聞いていられない。俺たちは便利な道具じゃない。俺たちは技術を金で売ってるんじゃない。馬鹿にしやがって。回収文書 448-H。 第38工場事務報告書1998年10月21日。東平良賀駅、完成、クライアントへの連絡と工場の廃棄、最重要機密の回収と処分。これより第38工場は全ての業務を停止します。以下は工場内にて回収された物品のリストです。2台の SCP-448-JT、A、SCP-448-JT、A の試作品と思われる様々な執拗に破壊された両替機14台、4枚の手書きのメモ、2枚の報告書、それぞれ20枚ほどの SCP-448-JT、B1 から3、銃撃された固定電話1台、9人分の寝袋と食器、市販されている睡眠薬の罪状、未開封のインスタントコーヒー1袋。
SCP-448JP の制作依頼者及び東平重工との関係は現在調査中です。